はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋ふみともでございます。はい、今回、仮面ライダー01、10話の感想をですね、言いたいと思います。10話の感想ですが、ざっくり言います。アルト社長の、秘書である、伊豆が、アドリブで、敵の手頃を表現するのがとても、びっくりしました。というか、びっくりさせられました。あんなことできるんだと思いませんでした。で、あと、今回本人役の、大沢慎也さんが、本人役っていうのもあるので、ちょっと、びっくりした回かな？なんつうか、面白い回的な感じでした。それが、第10話の感想で。次回は11話です。楽しみにしてましょう。では、ご視聴ありがとうございました。